はい、僕がドラストでやりたいアーキタイプは青緑ではなくて赤タンです。特にこのエンチャントと小堀の奇襲隊、両方とも14手目で取れてしまうこともあるような安いカードなんですけども、赤タンだととても強いです。ぜひ皆さん試してみてください。 Okay, you want to draft an aggro deck, ideally mono black or black red. Take like Vampire Nighthawk or Marsh Casualties if you can get like a rare like Soren Markov or the black vampire, that the 4-4 flyer, those are ideal. Other than that, small creatures, equipment, machete is very good. So. ゼンディカーでは土地がテーマなために、通常のドラフトと違って土地がスペル扱いなんですね。だから土地、普通なら17枚の構築をするんですけど、僕は今18枚の構築をするように心がけていて、でこういうサイドとか望遠鏡みたいな土地を持ってくるカードがシナジーを起こしやすいので、こういうカードで爆発力を狙うドラフトが好きですね。これってあるの？3色いや、適当に取ってこの巨神のアームを取って、まあ巨神のアームと森3とかの3色、そう、適当にバー5、6、ボン強っ5555投了っていう、そういうデッキですね。はい。 In Zendikar Limited, I like black red the most. I don't like green. I think green is by far the worst color. And white is okay because it has fast creatures, and blue is probably the second worst color. And the cards I need to make the black red deck work are just fast creatures and removal.I pick removal over the fast creatures, and then like 2 mana, 3 mana guys. 5 mana guys are not that great because you can't attack quickly, and I think that's how this format works. You have to be fast, you have to be aggressive. そうですね、僕のやりたいゼンディカーのドラフトのアーキタイプは青黒のデッキで、アーキタイプっていうよりはまあそうですね、カラーリングなんですけど、まあ、青黒デッキであれば割と何でも、まあ、ビートでもいいんですけど、どっちかというとコントロール寄りのデッキの方が好きですね。で、そうですね、デッキに、まあ、あってほしいカードは、まあ、忌まわしい最後とかはもちろんなんですけど、まあ、3マナ21のルーターですね、ワンドロワンディスカードのカード、あれはデッキの中の、循環のカードとしてかなり強いカードなんで、ぜひデッキに入れたい1枚ですね。どうも、中村周平です。ドラフトでやりたいアーキタイプということですが、単色をやりたいです。そうですね、できれば黒タンでお願いしたいところですね。で、黒タンで一番欲しいカードはこれです。忌まわしい最後、ただでさえ強いテラーに2点ルーズがついてしまいました。これがあればあるだけ強いですね。ぜひ取らせてほしいです。5色同盟者ですか。必要なカードはちょっと1枚あげるのは難しいんですけどね。強いて言うならオランリーフの生き残りとウマーラの猛禽ですけど、ね。僕がドラフトでやりたいカラーは赤黒、まあ、簡単に勝てるし、こいつが2ターン目に出たら勝率もそこそこ出るし、僕でも勝てるカラーかなと。僕が、好きなカードはこちらの大木打ちの妖精です。緑ははっきり言ってドラフトで一番弱い色なんですが、こと緑の単色デッキを組むことが可能であれば、このカードはとても強い、古文で一番強いカードに早変わりします。といったことで、やるチャンスがあれば今回も狙っていきたいんですが、まあ、どうなるかは分かりません。とりあえず MO で、マジックオンラインですね、マジックオンラインで、直前の練習で 9連勝ぐらいはしてきましたので、チャンスがあったら狙っていきたいと思います。 Well, I want to draft an aggressive archetype because it's a very fast format. Red-black is my favorite one, or maybe white-red otherwise, but red-black is my favorite one. What kind of deck do you Well,I'd like to open Marsh Casualties or Vampire Nighthawk, but otherwise what matters the most is to have cheap creatures and cheap removals like Disfigure and Burst Lightning for the removal, and Vampire Lacerator and 2 mana 2 power creatures.
so to kill your opponent very fast. 僕が好きな秋タイプは緑単色かもしくは緑単色タッチ何かっていうやつです。キーカードはやっぱり4-7-2-2でアタックすると森分強化されるワームです。今朝 MO やってから来たんですけど4枚集まってすごいことになってました。じゃあ僕がゼンディカーリミテッドのドラフトでやりたい秋タイプはこの2つのカード、無謀な指揮者ルーターですね。あと不気味な発見で土地とクリーチャーを墓地から回収できるこのソーサリー、この2枚を組み合わせたカードアドバンテージを重視した青黒ルーターデッキをドラフトしたいです。カードアドバンテージ中万歳。